襲撃。少し狙い。これ片付けろ。大丈夫だろ。いけるだろ。いけるだろ。やい。よし。本体だけで、本体だけ集中攻撃すればいけるはず。ポーション使わずに済むかもしれない。急げ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 。どうだ。よっしゃー、いけたぞ。オッケーオッケーオッケー、倒した。うわ、みんな大丈夫か。手に浸ってしまう。どうなった？あれ全部街吹っ飛んだのか？いきなり変わったな。いつもの場所で待ってるってさ。お悪いね、お客さん。で、探してるのってどんな子？過去の記憶みたいな。明日お姉ちゃんに全部言えますようにって。怒るよね、ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよ。なあ、
もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのに助かったのか。どうしろってんだろうな。もしかしたら助かったのか。引き止めて何とかしよう。ゼラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時ついでにな。こういうの詳しくないから気に入るといいけど。何があっても俺がついてる。永遠についてる。だからその俺と結婚してください。プロポーズか。はい。よっしゃやったよかったな。伝説の通りだ。願いが叶った。え？さっき花火に願ったんだよ。 OK もらえますようにって。じゃあ私の願いも叶うかな。ん？お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、婚約発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。これからは姉さんだ。すごい。やっぱり一時的な過去の記憶だったか。俺の読み通りだ。なんだよ